真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となって、我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツ開発機ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、マネリグリフィジです。では今回はギレンネーボージオン独立戦争期地球連邦軍編、皆さん少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。現在中尉のヤさんが軍団長に就任できる少佐まで2階級昇進を目指すというプレイになっています。ここまでヤさんはですね、撃墜スコア10ということで順調に功績を貯めてきています。今回もしっかり功績貯めていきたいと思っています。そして今回攻略目標とするのがインド、マドラス基地、ここの攻略を行っていきたいと思っています。でマドラスに関してはですね、前回北京に攻め込んだコーエンとライアーの部隊、ライアーの部隊にはヤザンがいますね。それにハワイに詰めていたレベル将軍を一度オーストラリアトリントン基地に戻して、トリントン基地からマドラスということで、北京から2つ、トリントンから1つ、合計3つの軍団でマドラス基地に攻略を仕掛けていきたいと思っていますので、そのように準備を進めていきたいと思います。ではまず開発ですね。前回ガンタンクが完成してガンキャノンの開発提案が来てますので、早速ですねガンキャノン開発に着手しましょう。ちなみにヤザンは早速最新のガンタンクに乗り込んでもらいました。ガンタンクは俺が乗ると言わんばかりのヤザンですね。ヤザンは劇中ゼータガンダムの中でも常にね最新駅に乗ってましたからね。ヤザンパラメータ見ていただくと格闘がね15と高いんですけども、射撃も13と高いので、ガンタンクでもね十分に活躍してくれるんじゃないかなというふうに思っています。ではこれで時間を進めていきましょう。開発部より報告します。モビルスーツの互換として開発を進めていたペガサス級強襲揚陸艦が完成しました。船があればモビルスーツの能力を最大限に生かすことができるでしょう。ペガサス級強襲揚陸艦、これが完成したとテムレイから報告が上がっています。諜報部より報告書が届いています。早速これもマドラスに向かう部隊に配備しましょう。では各軍団準備が整いましたので、マドラス基地攻略作戦、これを発動していきたいと思います。進行ルートを表示します。進行ルートは先ほどご説明した通り、北京から2つのルート、これにはコーエンとライアーが、そしてオーストラリアトリントン基地からはレベル将軍が合計3ルート3軍団を投入していきます。我が軍はこれよりマドラス攻略作戦を開始する。反攻作戦における強行補としてこの地域の戦略的価値は非常に高い。諸君らの健闘に期待する。では軍を動かしていきましょう。まずレベル将軍から動かします。レベル将軍がですね、トリントン基地からマドラスに到着するのは4ターン後なので、北京から向かう軍団と歩調を合わせて同時に侵入できるように調整をしていきたいと思います。なのでこの2ターン後にコーエンとライアーを動かします。開発部より報告します。 V 作戦によるガンキャノンが完成しました。マドラスの攻略戦に投入できないのか残念ですけどね。またこれもヤザンに使ってもらいましょう。ようやく完成したようだな、連邦軍のモビルスーツが。はい、しかしまだ我々が目指すモビルスーツが完成したわけではありません。引き続き開発を進め、さらに強力な機体を作り上げてみせます。次はプロトタイプガンダムになりますかね。楽しみだな。木星開発事業団から通信です。配線を回します。外交交渉はですね、月面突進に加えて
木星に対しても行っていたので木星から支援が受けられそうですね。我々木星事業団は友好関係にあるキリンに協力するため支援の供給を決定しました。プロトタイプガンダムド開発は早速始めてもらいましょう。開発期間8ですね。これどれだけ部下からの提案で短縮できるか重要になりそうです。マドラスに部隊が到着しました。ではマドラス基地の攻略戦始めていきましょう。レベル将軍は今回はペガサスに乗ってもらってますのでね、しっかり前面に出て戦ってもらいたいと思います。策略ポイントも300あるので入れられるものは全部入れていきましょうか。強撃も入れて電撃も入れてこんなところですかね。さあまずマップの確認からしていきましょう。ゴックらしき機影が見えますね。あとはマリンザク3スタックが少なくても2つ見えますね。あとはほぼほぼモビルスーツで固められてるのは思ったより、いやこれは思ったより多いな。我々はマップの右側から入ってきてますが、どうしたもんかな。ちょっと悩ましいぞ。敵の水陸両用部隊を撃破しますか。で上の方からはもう上陸しているので拠点の確保をしながら敵モビルスーツと交戦しますか。なかなかちょっと厳しそうですけど頑張りましょう。ではちょっと全体マップで確認しながら進んでいきます。では部隊を展開しました。まずはですね、航空戦力を前に並べて、敵のね、水陸両用モビルスーツ隊を撃破していきたいと思います。で、後方からはですね、レベル将軍のペガサス級揚陸艦もそうですが、あとは潜水艦隊からも艦砲射撃を行うというのでね、火力を上げていきたいと思います。一方、すでに上陸している部隊に関してはですね、ガンタンクを並べて、ガンタンクの前に航空機をさらに並べて、格闘戦を受けないようにしながら、ガンタンクで敵モビルスーツを狙い撃ちしていくという作戦です。ガンタンクは全部で3機配備されてまして、ガンタンク61式戦車の3スタック構成に全部してあります。ヤザーも同じような編成になっています。これでちょっと頑張ってみましょう。さあ敵の動きですが、まあ、ある程度予想した通りになりましたね。水陸両用部隊が入ってきてるが、バニング隊がいきなりやられるか。俺もロートルってやるな。まあ、ただ敵の水陸両用モビルスーツをここで完全に沈黙させておけば大きいので、かつね潜水艦がやられる心配というのもなくなって安心して潜水艦を使えるという部分も出てきますので、ここは張り切っていきましょう。ではこれでマリンザクとあとゴックをね撃破して、まずは海中水中の安全性を担保していきたいと思います。二度と拝みたくない面だ。ただ敵のモビルスーツの数が多すぎるのでどうしたものかっていうところですね。まあ、ガンタンクがどう機能してくれるかっていうところと、あと物量でしっかり押せるかどうかっていうところですね。ちゃんとプレイの方でケアしていきたいと思います。マップの上側でも交戦状態に入りました。ヤザンがガンタンクでどれだけ敵を削ってくれるかっていうのをね、ちょっと期待して進めていきましょう。かなりの消耗戦になる予感がしますね。モビルスーツの開発が、まあ、まだ十分に進んでいないという状況はあるにせよ、これだけの敵モビルスーツ相手にまだ戦うのちょっと早かったかもしれないな。まあ、物量で押し込んでいきます。もう終わり？すまんねえな。ここからはガンタンク隊ですね。肉を切らせて骨を断つ。
艦タンクがどれだけ頑張ってくれるか。あと一方的に殴れる状態ですね。まあ、ミデアもまだ敵の火力が高くない状態だとは思いますので、この中でミデアを盾にしてどれだけね敵を削っていけるかっていうところだと思いますので、しっかり削っていきましょう。潜水艦部隊とあとはミデアの編隊をですね、今インド南部に上陸作戦を仕掛けていますが、敵の守りも固くてなかなかここ前に出れてないっていう状態ですね。なんとか敵の沿岸部にいる部隊を潜水艦の艦砲射撃と、あとはうまくね隙間を見つけて滑り込んでいって陸戦隊を送り込んでいきましょう。なんてお上手なんでしょう僕、まあ、確実に集中攻撃をかけて1機ずつ敵のモビルスーツをね削っていくという今作業を行ってます。ようやくヤザンはここで撃墜1位ですね。スコアガンタンク、それに戦車のスタックだとちょっと火力不足でザク撃破に時間がかかってしまっているのが撃墜スコアが伸びてない要因になっているかなと思います。激戦が続いてますが、次のターンちょっと持ち越しになりそうですね。2ターンでもちょっと攻略難しいかもしれない。戦闘を中断します。もう1ターン待ってガンキャノン配備するっていうのをやっていると、結局進行するのにプラス2ターンはかかるので3ターン遅れてしまうんですよね。早い方が良かったのか待つ方が良かったのかちょっと難しいところですけど、もうちょっとこのまま頑張ってみましょう。南部の方からは上陸がようやくできそうですので、ここから上陸をして、上を目指していきましょう。一方ですね、ヤザンのいる上から入ってきた部隊なんですけども、ちょっと敵のモビルスーツの数が多くて苦戦中というところなので、南部から上陸した部隊を、ね、一刻も早く基地中心部に向けて進発させていきたいと思います。これでようやくヤザンが撃墜スコア2になります。今回でヤザンのいるガンタンク隊なんですけども、ちょっとここで一度海上に離脱します。これ以上戦線を維持できない状態になってしまったので、一度海上を使って南下してですね、南に位置しているレベル将軍の軍団と合流しましょう。多分それが唯一生き延びる術だと思いますので、ここで一度合流を果たしに行きます。では一度離脱させていたガンタンク隊を再び投入していきます。基地中心部を一気に狙っていきましょう。あとは貴重なミデアがね撃破されないように、ミデアを海上に離脱させるなり防御の体制を取るなりっていうね対応もしっかり行っていきたいと思います。ちょっとせこい手ではあるんですけども、もうセーバーフィッシュを捨て駒にしてセーバーフィッシュを盾に、戦車タンクの2連中攻撃でね敵を仕留めていくっていう、まあ、捨て駒戦略もちょっと使っていきましょう。もう本当に敵味方ともに手駒がだいぶ少なくなってきているっていう状況なので、あとはどれだけいらない駒をね切っていくかっていうところに変わってきてますんで、ここは非常な判断をしてでも撃破を優先していきましょう。あとはもう潜水艦とかのね、火力 もう活用していくっていう、そういうギリギリの戦いのフェーズに移行してきてますからね。まずは基地中心部を抑えてしまえば戦況が好転してくると思いますので、基地中心部制圧を優先します。ではここで3ターン目に向かっていくというところですね。
敵の数だいぶ減らしてきたので、あとは時間との勝負ですね。この作戦自体が10ターンで攻略完了するっていう作戦になってますので、移動に4ターン、ここまで2ターンを使っていて、次のところで3ターン目に入るので、7ターン目、トータル7ターン作戦進んでいるという状態なので、しっかりね、10ターン以内に収まるように、まあ、増援はちょっと遅れる状態ではないんですけども、頑張っていきましょう。では、攻略作戦、継続していきます。敵のモビルスーツが寄ってきているので、このモビルスーツから始末をつけていきましょう。このターンでなんとか決め切りたいですよね。なので、ちょっと頑張って舞台を、前へ前へと進めていきましょう。ヤザンの撃墜スコアが4に伸びてます。では基地中心部制圧です。ちょっとエネルギーが切れ始めていたので、まあ、ギリギリ間に合ったかなっていうね、そういう感覚ですかね。あとは残っている敵の残存部隊を撃破して回りましょう。ではこれでこのマドラスに残る最後の、敵モビルスーツ、これを撃破してマドラス基地攻略完了にしたいと思います。ヤザンはこの共同撃破も入れて最終的にはスコア7伸ばしてくれました。まあ、かなりレベル、ゴーエン、ライアーの3つの軍団は消耗してしまいましたけども、まずはここを攻略完了ということで、ひとまず一段落ということになろうかと思います。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。だいぶ消耗しましたね本当に。我が軍の勝利です。しばらくはちょっと連邦軍は戦力の立て直しが必要になりそうですね。地球侵攻作戦によって地上を蹂躙にし続けてきたジオン軍だが、急激な戦線の拡大と慣れない地上での戦いによって疲弊は極限に達していた。だがジオン軍の消耗だけが連邦勝利の要因ではなかった。スペースノイドごときが地球の大地を踏むことなどあってはならんのだ。早々にこの虫けらどもを地上から追い払わなければなりませんな。スペースノイドを蔑視する召喚たち、故郷を追われて愛する者の命を奪われた兵士たちのジオン兵に対する容赦のない戦いぶりこそが連邦の反抗作戦を支える原動力であった。長く続く戦い、それは人々に憎しみの心を植え付け、世界に暗い影を落とす。辛い戦いだな。一刻も早くこの戦いを終わらせねばならん。一刻も早くな。はい、ではマドラス基地の攻略完了しましたので、一旦戦力の立て直しを行いたいと思います。あと内政政策ですね、しっかり行ったことによって国民の支持率回復していて、今税率 20% まで戻してありますので、戦力の回復も、ね、迅速にできるんじゃないかなというふうに期待をしています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。